和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。それでは早速今週の特集をご紹介しましょう。前半は統計データを活用して地域のさまざまな課題を解決しようという取り組みを紹介。後半は女性リーダーの養成など男女共同参画センターの取り組みをお伝えします。紀の国21、前半はビッグデータや IT を活用して和歌山県の現状を分析し課題を解決しようという取り組みについてお伝えします。和歌山市の南海和歌山市駅ビルに今年4月に開設された和歌山県データ利活用推進センター。こちらで9月1日と2日の2日間地方創生ハッカソン和歌山の魅力発信と題した催しが開かれました。このハッカソンと今回開催された地方創生ハッカソンの目的などについて県産業技術政策課の矢野さんに聞きました。ハッカソンとはコンピューターのプログラムをですね改善したり改良したりするハックという言葉とあとマラソンですねを掛け合わせた言葉造語になります。で具体的に言いますとIT エンジニアの方やプログラマーであったりだとかあとデザイナーですねこういったさまざまなですね得意領域が異なる人たちが一堂に会してチームを組ん でそのチームで、定められたテーマに対してですねこう解決策を考えていってで比較的短い期間1日から1週間というのが一般的らしいんですけれどもそういった短い間で、サービスやプログラムや、アプリケーションを開発するイベントになります。まあ、少子高齢化であったりだとかあと若者の減少っていうですね地域の課題をですね地域に住んでいる人たちが現状を見つめ直して現状に対する解決策を考えてでその解決策を作り上げていくっていうことに対してですね、和歌山の住んでいるみんなで、地元のことを考えるきっかけになればと思っているところです。これによってですね和歌山県が持つ具体的な地域課題への解決策につながるようなものを開発できる契機となると同時にですね昨今ですね IT 人材が不足していると言われている中でそういう IT 人材の育成の場にもつながればいいなと思っているところです。今回の地方創生ハッカソンは県が大手通信会社の NTT ドコモとともに初めて開きました。県内外から大学生と社会人合わせて17人が参加し4つのグループに分かれてハッカソンに取り組みました。政府が提供する地域の経済に関するデータや NTT が保有するさまざまなデータを使って和歌山県の現状を分析課題を見つけ出して課題解決のためのアイデアを出し合いアプリケーションを開発していきました。地方創生ハッカソンの結果は9月13日に開かれたデータから考える和歌山の未来セミナーと題した催しで報告されました。セミナーは地方創生やデータ利活用について理解を深めてもらおうと開かれたもので地方公共団体の関係者や地方創生に関心のある人などおよそ70人が参加しました。セミナーではまず県企画総務課の寺本雅也課長が地方創生の取り組みとして平成27年度に県が策定した和歌山県町人仕事創生総合戦略について説明しました。平成27年度にですね和歌山県町人仕事創生総合戦略というものを立ててございます。5つの基本目標がございまして、安定した雇用を創出する、和歌山県への新しい人の流れを創造する少子化を食い止める安全安心な暮らしを実現する時代に合った地域を作るという5つの大きな基本目標を掲げましてそして3つのですね、取り組みを、具体的に進めていこうということで仕事を作る人を増やす町を作るというこの3つの視点からさまざまな政策を進めていこうというふうに考えておるところでございます。
寺本課長の説明にあった3つの視点、仕事を作る、人を増やす、町を作るのすべてに関係するのがデータ利活用推進の取り組みです。この日のセミナーでは、県とともにイベントを主催した NTT ドコモの常浪信和さんが、データを利活用して和歌山県の活性化につなげるアプリケーションの開発に取り組んだ地方創生ハッカソンの結果について説明しました。常浪さんは、参加者から提案されたアイデアや開発されたアプリケーションの中で、和歌山大学の3人の学生と社会人2人で構成するグループの作品が最も優秀と認められたことを紹介。グループのメンバーがそのシステムについてプレゼンテーションしました。まず最初にシステム名なんですけど、穴場サーチってことで、これ人の動きから穴場を検索して提示するアプリケーション、ウェブアプリケーションっていうものを私たちは作りました。でまず背景のところなんですが、まず課題抽出するために、観光動向、和歌山県の観光動向から、注目していったんですけど、まず有名観光地とその他有名ではない観光地っていうところを比べたときに、平成20年から29年の間に、数ポイントではあるんですけれども、和歌山県内に来る観光客の中でのその有名観光地以外への訪問が増加しているっていうところが分かりました。観光ニーズが有名観光地だけじゃなくて、穴場っていうところにも増えていってるのかなっていうところを、まずが、ここが分かりました。ターゲットとしては、和歌山県への訪問が想定される旅行希望者になります。で効果は、まず一つが、最初の課題のところですけど、まず穴場の観光地を知るきっかけができるっていうところですね。で2つ目は、これ県外の人だけじゃなくて、地元の人も新たな観光資源を発見できるのではないか。で、その結果、地元に密着した観光のきっかけになればっていうふうに、考えながら開発していきました。若い世代の今後の活躍が期待されますね。学生3人に今回のイベントに参加した理由や感想、将来の夢などについて聞きました。そうですね、一番初めはこう先輩に誘われたっていうのがきっかけではあるんですけれども僕自身もどういうことをやるのかなって、まず見てみようと思いまして、で見たところ、こうドコモさんと和歌山県が提携して開かれるハッカソンだったということなので、こうなんていうんでしょう、企業さんがそもそもこう絡んでくるようなハッカソンって、こう都会には結構あると思うんですけど、和歌山であんまりそういうことがあるっていう話が、そもそも僕は和歌山出身なんですけど、そういうのがあまりなくて、で面白そうだなっていうのが一つと、もう一つはこうドコモさんが提供してらっしゃる、こうなんか日頃使えないようなデータをこう自分たちでこうハッカソンの中で使えるっていうのが、ここ結構大きなファクターとして、あったので参加してみようかなと思いました。最初はどういうものを作ろうかっていうゼロからのスタートだったので、アイデアを出して、で、みんなが賛同して、で協力し合って、意見を出し合ってっていう、もう本当にゼロから最後の 100っていうんですかねところまでいける一連の流れが、すごいいい経験になったなというふうに思います。人に必要とされるようなウェブサービスは作っていきたいなと思うんですけど、やっぱりデータ利用の時代、そのデータありきでなんかどういう課題が解決できるのかっていうのが、より大事になってきている時代なのかなと思うんで、そういうところを意識しながら、データも活用しながら、なんかウェブで人に見せるっていうところも力入れれるような、そんなエンジニアになれたらなと思ってます。最後に、ハッカソンやセミナーの開催で期待される効果や今後の取り組みについて聞きました。今回のハッカソン、それからセミナーのテーマがですね、地方創生、それからビッグデータということになっております。さまざまなデータを活用して、地域の課題を明確にして、和歌山の未来について考えていただくことが目的でありました。県の地方創生に向けた取り組みとか、データ利活用の先進事例を紹介する良い機会になったというふうに考えています。県内外の大学とか IT 企業などの最先端のことを考えている皆さんに、大学や企業の垣根を越えて交流の輪を広げていただいて、さまざまな提案をしていただけたと思っております。このような取り組みの積み重ねによってですね、こちらのセンターが今後、データ利活用人材の交流の拠点になっていくということを期待しております。県の方もデータ利活用推進センターというのを作っておりまして、4つの拠点機能を持つように、
頑張っております。まずはですね、人材育成拠点ということでありまして、高校生とか大学生の人材を育成したいということでありまして、それに向けてのコンペティションを実施したいというふうに考えてございます。今募集の最中でありまして、興味のある方は応募していただけましたらありがたいです。それから情報発信の拠点ということで、1月19日にデータ利活用に関するシンポジウムを開催する予定としております。データ利活用の重要性とか有効性を全国に発信していけると思いますし、興味のある方にできるだけ参加していただきたいなと思っております。それから次に連携支援の拠点ということで、この4月から、国の方で統計データ利活用センターというものを作っていただいておるんですけれども、そこと一緒になって行政課題に関する共同研究などを進めていきたいなと考えております。最後にですね、うち独自の取り組みといたしまして、さまざまなデータの分析研究をしたいなと考えております。内容としましては、医療とか健康に関するデータの分析であったりとか、現在問題になっている空き家の問題の分析等をさまざまなデータの分析手法を使って、研究をしていきたいなと考えてございます。紀の国21後半は、和歌山県男女共同参画センターリーブルの取り組みや女性リーダー養成講座の模様を紹介します。こちらをご覧ください。和歌山市手びら、和歌山ビッグアイ9階に和歌山県男女共同参画センターリーブルがあります。男女共同参画を推進するための拠点施設で、フロアには自由に使える交流スペースやサークル活動などにも利用できる会議室などがあります。まずリーブルにはどういった役割があるのか、職員の杉野さんに聞きました。男女共同参画センターリーブルとは、男女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな取り組みを行っている和歌山県の拠点施設です。平成10年の12月に和歌山ビッグアイの9階にオープンして、平成30年度は、おかげさまでリーブルは20周年を迎えることができました。リーブルとはセンターの愛称でして、フランス語で自由なという意味で、男女が共に個性や能力を自由に発揮できるようにとの願いが込められております。具体的には4つの柱で授業を実施しておりまして、まず1つ目に出会いと交流っていうのがありまして、リーブルでは3つの会議室と一時保育ルーム、授乳コーナーも設けており、会議室は無料で貸し出しを行っています。でその会議室を利用して子育てサークルなどさまざまな取り組みを行っていただくことができます。2つ目の学習と啓発っていうのは、リーブルではさまざまな分野で講座や講演会とかイベントを開催してます。年間に、20本近く の講座やイベントを開催しております。それら参加していただいて、自身の問題解決や男女共同参画の推進に向けて知識や能力を身につけてもらうことができます。3番目の情報の収集と発信では、リーブル の図書交流スペースには1万冊以上 の本を置いております。男女共同参画に関する本はもちろんなんですけれども、それ以外にも話題の新書や DVD とか雑誌、子ども向け絵本も置いてます。1年間で約300冊ぐらいの本の入れ替えを行っておりまして、これらはですね、すべて無料で貸し出しとか、ここで実際見ることもできます。4番目の相談と支援っていうのは、相談者さんの悩みを受け止めて自分らしく生きるお手伝いをしております。女性の方はですね、女性相談員さんによる総合相談やカウンセリング、法律相談などが受けられます。
男性の方は男性相談員さんによる電話相談が受けられます。このですね、出会う、学ぶ、知る、そして相談する、この4つの柱に基づいて授業を実施しております。こちらはリーブルで開催された魅力ある女性リーダー養成講座です。管理職を目指す女性従業員を対象にしたもので、県が進める女性活躍企業同盟の一環として行われました。このセミナー開催の目的や女性活躍企業同盟について聞きました。和歌山県では昨年10月に女性活躍企業同盟を発足いたしました。女性の能力が十分に発揮できる取り組みや、女性が継続して働きやすい職場環境の整備に取り組む企業や団体を組織化したもので、随時募集しています。現在では県内約300の企業や団体が参加しております。その、取り組みの一つとして、従業員から経営層までを階層別に分けさせてもらって、その階層別セミナーを開催しておりまして、女性リーダー養成講座はその中の一つの講座になってます。で、管理職を目指す女性従業員を対象に開催させてもらってます。同盟参加のメリットとしてですね、こういった階層別セミナーに、参加できるほか、交流会も実施しておりまして、いろんな職種の方と交流していただく機会が持てるようになります。またですね、県のホームページや県が作成しております就職ガイドなどにも女性活躍企業同盟ですよということをPR させてもらってます。でまたですね、優れた取り組みを行っている企業さんには表彰をさせてもらってまして、女性活躍推進賞という賞を去年はですね、3社が受賞されました。さて、この回の女性リーダー養成講座テーマはコーチングです。スポーツの世界でコーチが機能しているように、ビジネスやプライベートでもコーチは驚くほど機能します。ここでのコーチングとは、相手の中にある答え、可能性を引き出すためのコミュニケーション技術で、相手に考えさせ気づきを促し、答えを引き出していくものです。講座ではペアになって役割を交代しながら、その技術を実践的に学んでいました。ティーチングではない、一方的に教えるということではなくて、相手の考えを引き出すということがすごく重要なんだなということを学びました。で、今後ですね、コーチングを実践していきたいと思います。私が勤める会社では女性活躍推進をしておりまして、女性が一生ですね、結婚して出産してといういろいろなターニングポイントがありますけれども、今後も続けていくということをすごく推進してくださっているので、私もこういう講座に来させていただいて、今後に生かせていけたらなと思ってます。本当にコーチングという言葉は知ってましたけれども、知ってると実際にやってみたら本当に難しいものだというのを実感しました。いろいろな方からもこう安心をして、いろんなことを話しかけられる、相談してもらえる、そしてこう信頼されるような人を目指したいなというのも実感しました。分け隔てなく私自身も頑張って活躍できるようにというのを目標にしていきたいなと思います。やっぱり聞くっていうことが一番大切な、人と人の関わりのコミュニケーションだと思いますので、やっぱりそこの聞くっていう土台がない限り、人とのつながりができないっていうところを皆さんに、体験、理解していただきたいというところにポイントを置いて、インプットしてもらうということに集中いたしました。で、やっぱり人の人生とか自分のことを話す、人に聞いてもらうということは、やっぱり時間がいくらでも限りなく必要なんではないのかということに気がついてもらったことが、大きな、また一つのポイントだと思います。女性リーダー養成講座は、
今月23日にはパート2を開催し、今後も研修や交流会などで参加者のスキルアップが図られます。現在も申し込み受付中ですので、ご希望の方はぜひお申し込みください。最後にリーブルの利用などについて聞きました。今年度リーブルは20周年を迎えることができました。で、それを記念いたしまして20周年記念授業を開催いたします。今後すごいビッグイベントになっているので、楽しみにしていてください。男女共同参画センターといいますと、私もちょっとそうやったんですけれども、少し近寄りがたいようなイメージをちょっと持たれてしまうんですけれども、リーブルはもう全く違います。仕事終わりにフラッと立ち寄れるような、休日の日にでも立ち寄れるような居心地のいい第三の場所を示すサードプレイスっていうのを目指してやっております。土日も空いております。エレベーターを降りたら左に行ってもらうとすぐにあります。元気なスタッフ一同でお待ちしております。ぜひ一度足を運んでみてください。それでは和歌山県優良県産品プレミア和歌山を紹介します。プレミア和歌山とは和歌山県内で生産製造されたもの、安全安心を重視したもの、和歌山らしさ、和歌山ならではのものです。さあ、今週はどんな県産品が登場するのでしょうか。維新農園は柿の一大名産地である工藤山町で主に富有柿を生産販売しています。除草剤、化学肥料は使用せず、独自の有機肥料を使用し、エコファーマーとして減農薬にも取り組んでいます。プレミア和歌山に認定された一新農園オリジナルプレミアム柿アイスは、ミルクベースのアイスの中に自家製のあんぽ柿を混ぜ込み、完熟の富有柿で作った特製ジュレを乗せた二層仕立ての風味豊かな柿アイスです。平成29年度プレミア和歌山推奨品審査員奨励賞を受賞しています。まずこちらの商品の特徴やこだわりを教えていただけますか。はい、一新農園という名前は、家族全員が協力し合い、心を一つにして美味しい柿を作ろうという思いからつけました。手間を惜しまず、昔ながらの技術を継承して美味しい柿を作っています。その柿を使ったアイスになっています。この柿アイスを開発しようと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか。毎年その美味しい時に取ろうとしたら完熟になってしまうので、その完熟が傷んでてしまったりとかするので、それがもったいなくて、一番美味しい時なのにそれを何か商品できないかという思いがありまして、それで開発しようと思いました。じゃあこの柿アイスは一番美味しい部分が使われてるっていうことですね。そうですね、ミルクアイスの中にあんぽ柿を切り刻んだものを入れて、その上に冬柿のジュレを乗せて2層に作ってあります。このジュレは冬柿が一番完熟した時に作っているので、とても糖度が高くて柿本来の味が出しているので、とても美味しいと思います。ではいただきます。うん、甘くて美味しいですね。柿の甘さが口の中にじわーっと広がって、柿ってこんなに甘いんだなって驚きました。美味しい食べ方教えていただけますか。そうですね、みんなに勧めている食べ方は、その上の層と下の層とかき混ぜてソフトクリーム状になるような感じにして食べていただくのがおすすめしている食べ方です。この柿アイスはどこで購入することができますか。はい、現在は道の駅柿の里工藤山内にあります産直市場よっててさんにて販売させていただいています。では最後に今後の目標を教えていただけますか。はい、数年かかると思いますが、加工場を広げて全国的にこの柿アイスを広めていけたらいいなと考えています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
プレミア和歌山推奨品はホームページで商品リストをご覧いただけます。ではここで和歌山県からお知らせです。和歌山県が誘致を目指している統合型リゾート IR に関するシンポジウムが10月24日午後2時から和歌山市の大和ロイネットホテル和歌山で開かれます。今年5月に策定した和歌山県 IR 基本構想の改定に関する発表や IR がもたらす地域への効果などを議論するパネルディスカッションが行われます。参加は無料ですが事前の申し込みが必要です。定員は300人です。参加を希望する方はハガキ、電話、ファックス、E メールのいずれかで氏名、電話番号を和歌山県企画総務課 IR 推進室にお申し込みください。締め切りは10月23日火曜日です。県庁企画総務課 IR 推進室の電話番号は 073-441-2334 番、ファックス番号は 073-422-1812 番です。和歌山県企画総務課 IR 推進室のホームページもご覧ください。それでは今週のプレゼントです。今週は先ほど紹介した一心農園オリジナルのプレミアム柿アイスを5人にプレゼントします。ではプレゼントクイズです。後半で紹介したのは1番防災リーダー、2番女性リーダー、どちらでしょうか。ご希望の方はハガキまたはきのくに21のホームページからご応募ください。ハガキの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山きのくに21の係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。応募の際はクイズの答え、お名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も10月17日水曜日必着です。では10月7日放送のプレゼント梅バターの当選者です。クイズの正解は1番の災害ボランティアでした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございます。きのくに21、来週は高齢者の社会参加を促進する和歌山元気シニア生きがいバンクの取り組みと県立博物館で開催中の紀州が生んだ歌人西行法師の特別展を紹介します。来週もぜひご覧ください。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。